皆さんこんにちは、尾崎です。そしてゆうちゃんです。本日は皆様にお知らせがあります。はい。この度私たちは、はい、引っ越すことになりました。はい、はい、ということでね、はい、まあ、引っ越すだけなのでちょっとね、驚かせてしまった方はちょっとごめんなさいなんですけど、まあ、今までこの部屋で撮ってたんですけど、変わるよっていうことのねお知らせでした。本当にやばくて、私あさって引っ越すんですけど、マジで何もしてないんですよ。私本当に何も荷物もまとめてなくて、今やばい状態なので、ちょっとね、断捨離したり荷物をまとめていきたいと思います。うーちゃんも一緒に手伝ってくれるみたいなので頑張りたいと思います。はい、じゃあまずね、ドレッサーですね。もうご覧の通り、てかもう前移した時よりも汚くなってるっていうね。じゃあちょっとここのドレッサー周りを今から断捨離したりまとめたいと思います。はい、もういらないものはビニール袋に捨てて、いるものはね、段ボールの中に入れたいと思います。これはまずいりますね。これは引っ越しに向けて買ったティッシュケースですね。これはそしてこれもう、じゃあ全部いるからさ、もうどうしよう。じゃあこれですね。あ、これマジックバブルですね。これは持っていきます。あ、これも持ってきますね。フランフランの。でもちょっとこれね、ビーズね、壊れちゃうんですよ。持ってってる間にこぼしちゃうと思うから、テープとかで止めようかな。よし、大丈夫かな、落ちないよね、落ちないことを願います。あ、これですね、化粧落とし。これも持ってきます。めっちゃ有能。これも持っていこうかな。ビーズのタンブラー、これはいります。これはね、机の上に置いとくやつですね。結構ね、机の上のゴミ箱って必要なんですよ。あ、この三脚も持ってきます。そして、普通の次、そう、そしてこれはやっぱりちゃんと持ってきます。これ結構ね、すごい使えるの。ハンドクリームも持ってく。これいらないかな。ちょっとこれ、もうね、使いすぎてもないんですよ。本当にスカスカのやつばっかね。このマスカラたちももう捨てます。よくわかんないから後で聞くわ。あ、この口紅ももう本当にもうこれしかないので捨てます。あ、これももう少ないやつだ。これも捨てます。ちょっとね、あ、でもこれね、まだ使えるっぽいから、これいとこにあげようかな。これはいとこにあげたいと思います。こっちの箱終わり。入れて。じゃん。お。あ、じゃあリップ。もうないからいらないか。これ結構使ってたんですよ、学校とかで。もうないので捨てます。これは筆箱かな、ペン立てかな。でも私ペン立て新しく買うので、このペン立てでもさよならしたいと思います。あー、このね、もうずっと使ってたリップ、もうマジで空なの。すごい可愛かったんですけど捨てます。絵の具の筆ってなんで買ったん。あ、あれか、絵の具だけでなんかメイクしてみてみたいなやつか。でもいらないかな、この糊は。あ、もうないやつかな。これも捨てます。あ、グリッターだ、いっぱい、めっちゃグリッターある。これも取ってきます。もう結構捨ててますね。そして、あ、これね、これ最近買ったんですよ。これめっちゃ可愛いの。また後日紹介したいと思います。これは確実に持ってく。はい、ということで新品のような状態になりました。よし、オッケー。ここも掃除しなきゃ、ちゃんと。よし、めっちゃ片付いたわ、嬉しい。ドレッサーの中は全部整理しました。やばい、マジで。あさってとか聞いてないんだけど。このね、壁ら辺を断捨離していきます。これはもちろん持ってきます。鬼滅の刃のやつですね。これも持ってきます。これね、いらないものないんだよね。これ全部持ってくわ、これごと。これは、これいるかな？アクセサリーたちも全部持ってこうかなって思います。で、この時計はね、ちょっと私新しい時計買ったので、捨てたいと思います。よし、この鏡。ね、この鏡は新しく鏡買ったので捨てたいと思います。あ、銀の盾はもちろんいるわ。もちろんこれは持っていきます。あ、これね、そう、これもファンの子からもらったの、このくろみちゃんのケース。そう、これにね、ファンレターをね、ちょっと入れてます。この中にもね、ファンレター入ってますね。ありがとうございます、マジで。あ、これあれだ、なんだっけ、ロシアン風船チャレンジみたいなやつ。これ取っとこう、もしかしたらまた使うかもしれないから。あ、これイギリス行った時のお土産、めっちゃ懐かしいんだけど。あ、すごい、蒸気でホットアイマスクが入ってるんだけど、これ持ってく絶対。ね、マジさ、こんな時間かかるもんだ、それって。おばあちゃんからこれもらったんですよ、この香水。ほら、可愛くない？
これ持ってきます。かわいい。はい、じゃあ続いてね、この本棚を掃除していきます。はい、ということでね、本棚の本を詰めていきたいと思います。入れてくよー。あ、君の名はとラブライブの漫画がありますね。これも入れる。よいしょ。じゃあ引き続きね、もうこれあとは入れる作業だけなので止めたいと思います。はい、こんな感じになりました。疲れた、マジで。もう持ち帰る段ボールだけでこんなにね、この部屋にはありましたね。本当にね、断捨離とかも向いてないと思う。大変でしたね、選別が。ということでね、私も見てるみんなもね、慣れ親しんできた部屋とね、ちょっと離れちゃうのはちょっと寂しいんですけど、新しいお家でもね、片付いてきたらルームツアーとかもしていきたいなって思ってるので、皆さん楽しみにしててください。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。